それでは、時間になりましたのでユニークキャリアラウンジ第120回を始めたいと思います本日、アシスタントを務めます吉永さとみですよろしくお願いします番組の後半では、皆さんとの Q&A のお時間も設けておりますのでチャット欄からどしどし質問いただければと思います本日のゲストは、文筆家、PR ライターの 中西鈴香さんです。中西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日インタビューを務めます、うん、あのヘアーズ代表でユニークドットコムのファウンダーの西村と申します。よろしくお願いします。お願いします。します。今日はあの中西さんのこうライフヒストリーについて過去現在未来の時間軸でいろいろお聞きしていければというふうに思っているんですけれども、はい。まずはじめに簡単に自己紹介をよろしくお願いします。 はいえっと、中西鈴香と申します、えっと。今年本当にギリギリのアンダー29の29歳にちょうどなったところです。<ー> <laughs> でめちゃめちゃギリギリで考えていただいています。人生ちょっとややこしいので自己紹介難しいんですけど、うん、とりあえず現時点何をしているかというと。うんはい えっと、先ほどもご紹介いただいたように文筆家とあと PR ライターという二軸がメインで今と仕事をさせていただいておりますで、えっと、文筆家っていう方でいうとまあ普通にあのインタビューさせていただいたりとかコラムの執筆をさせていただいたりとかあとは小説を書かせていただいたりとかちょっといろんな幅で文章で言葉で表現をするということをさせていただいていて PR ライターっていう方でいうとまあブランディング企業さんのブランディングであるとか えっとまあ、PR のお手伝いっていう部分なんですけれども、えっと、今モーニングアフターカッティングマイヘアという <laughs> ちょっとバンド名みたいな長い名前の会社をうん、うん、作っておりましてみんなにあのどうやって省略するのって言われるんですけど、うん、マイヘアとかモニカとか,なんか好きに呼んでくださいって感じですけど <laughs> 本当バンド言われて。<laughs> <laughs> もう好きにどうぞって言ってるんですけど、うん、そちらの会社を今、えっと、知り合いと,アツと一緒にやってます。 おりまして、えっと、それが社会課題解決に特化した PR とかブランディングをメインにやっている会社というところで、まあ、なんか人の心が動き続ける社会を作ろうみたいなことを掲げながら、えっとまあ、社会課題という文脈をメインにしながら、えっと、いろんな、えー、お手伝いをさせていただいているんですけどその中でも私は言葉を使ってそういうブランディングのお手伝いワーディングの部分を担当したりとか、まあ、企画も一緒にやったりとかという形で結構できることをいろいろやらせていただいているというような。 状態にはなっております。はい。なるほど、ありがとうございます。僕のね印象だと、あの僕の同世代の友人で田中美咲という、あそうですそうです。彼女からよくね聞いていたので、その防災ガールのねこの活動の印象もありますし、あそうですね。そのモーニングフターカッティングウェアという会社もあの田中美咲さんも一緒にやってるんですけど、そうですよね。その前は一般社団法人防災ガールという、今もうえっと今年の三月十一日に解散した。 団体なんですけど、はい、そちらも事務局長として5年ぐらい関わらせてもらってます。そうですよね。はい、ありがとうございます。まあ、その辺りのお話も後ほどお伺いできればと思いますけれども、はい、こう先ほどね、ご自身でこうややこしい人生のご紹介が難しいという <laughs>、はい、お話もありましたが、そ,そのややこしい人生をちょっと過去に遡って紐解いていきたいと思います。<laughs> はい、はいで。ちなみに今,今 文筆、ねあのー、家として活動されながら、一方で、今の、あのー、モーニングアフターカッティングマイヘア、はまずに言えたっていう感じです <laughs>、はい正。正解です。はい、<laughs> で、まあ PR ライ、PR パーソンとして活動されてらっしゃるということなんですが、はい、すごいなと思ったのが、ね、こう短編小説で、ね、賞を受賞されたりとかされてるんですけど、ね、はい、いリトルホームラストサマー。はいうん もともと結構、小説家というかう結構文章を書くっていうことは昔からやられてたんですか、えっと、そうですね、うん、なんかその小説家とかとして活動していたわけでは全然なかったんですけど、11歳、10歳ぐらいから普通に詩を書いたりするのが好きで、うん、でなんかあの全然趣味レベルで。 書いたりとかしてたんですけどなんかまあそういうのをちょっと投稿したりとかするのは好きでもともとやっていてでも全然そんな本格的に小説を書いたりとかはしたこと全然なかったんですね、うん、でもなんか自身が高校生の時に、えっと、国語の授業であの読んだ「レモン」という。 あの結構古い梶本次郎という純、うん、むやつでで、ね、ですすすねあそそうう、はい、載ってるやつなんですけどそれを読んですごい感動した覚えがあってあ<ー>そのなんか結構原体験みたいなところから、うん、あの日本語の美しさみたいなのはすごく好きでで大学でも日本語の文章表現を勉強していったりとかっていうのもあったのでなんかあのその流れでゼミ で、卒論で卒業制作もしていいよっていうところだったんですけどそこでなんか20万字ぐらいの小説をいきなり書いて <laughs> 結,構結構な,なんか書き出したらなんかめっちゃ長くなっちゃってでちょうど1年休学したりもしていたのであの、うん、卒論のルール知らないまま書き出しちゃって勝手に。え <laughs> 休学明けに先生に、あれあれって文字数制限とかあるんですかみたいな言ったら、えっ、ー、となんか8万文字がマックスかなみたいになって、大幅にますね。あれ, <laughs> あれもう10万文字言ってるんですけど、全然終わってないんですけど、みたいになって、先生もえみたいになって、まあでももう書いちゃったものはしょうがないから、知らなかったならしょうがないから、じゃあもうちょっと調整するわ、みたいになって、なんか特例で20万文字許していただいて <laughs>、うん、 っていうのが初めて書いた小説だったんですけどでそのあと全然別にあの小説書いたりしてたわけでは全然なかった、まあ、趣味で文章を書いたりっていう中であの短いのをお話書いたりはしてたんですけどちゃんとした賞というかちゃんとした場で書くみたいなことをしたのはその2018年に参加させていただいたノベルジャムっていうイベントが一応あって、うん、あの受賞させていただいた場所なんですけど、うん、そこが初めてっていう形でしたねその形になるものとしては。えー もともとね、そのいろんなことをされていた中で、まあ、それこそ、あのーまあ、防災ガールの活動だったりとかっていうのもされていた中で、うん、そのタイミングで短編小説を執筆しようって思ったのは、なんか、引き金となったことがあったたりしたんですかあなんか、それが多分2018の秋だったんですけど、うんえっと、なんかちょうどそこまでが、えっとまあ、防災ガールという、まあ、 フリーランス兼防災があるみたいな形で働いてたんですけど、うんうん、なんかその形で働き出すの本当にもうわけわかんないその社会課題とかも知らなかったですしそれまで,でソーシャルスタートアップっていう界隈も全然入ったことなかったってほぼ新卒だったので、うん、あのビジネススキルも全然ない中でなんかもう無我夢中でとにかくできることを何なんだって言いながらやってたみたいな感じだったんですけど駆け抜けた後ちょっと落ち着いて余裕が出てきて慣れてきて。 で、なんか自分自身の名前だけで、えっと、何かをやってみたいなっていう気持ちがちょっと起こってた時期だったんですね。ななるほどなるほほどど。はい。でなんか防災ガールって結構あの組織としてなんか防災が、えー、と業界では結構名前が大きかった、うん、大きくなっていってありがたいことにっていう団体だったので、うんあのー、なんか自分がすごい仲良くなれてたり、うん、つながっていけたりすごくあの素敵な人たちとたくさん出会えていたんですけど。 それって防災ガールの私だから求められているんじゃないかなとかそれって防災ガールの私だからつな、えっと、がれたことなんじゃないかなみたいな気持ちがすごく、うん、あのその時沸き起こっていて26歳の壁みたいな感じで呼んでたんですけど、うん、<laughs> なんかそういう迷い,迷いというか不安というかみたいなものが出てきていた時期でなのでそれまでずっと関西に主に拠点は置いていたんですけどあのちょっと東京出て修行しようと思っていた時期で、はい、でなんか、えっと、東京にも出て。 なんかやりたいなーって思ってる時に探してたらたまたまその小説を書くっていうイベントがあってあの2泊3日で1個小説作れすごい面白いです、ね。<laughs> で最後に審査も全部されて<ー>電子書籍の出版の手続きまで全部終える2泊3日みたいな<ー>結構カオスなイベントなんですけどそれがノーベルジャムってやつですかあそうですそうです。うん、でたまたま見つけてでなんかいいタイミングだしいい機会だし小説書いてみたかったし。 ちょっとやってみようっていう気持ちで思い切って応募してその書き手、著者の枠が結構人気であの審査制なので受かるか分かんないしとりあえず応募してみようと思って応募したら受からせていただいてとていう感じでへえーすごい。そしてそのなんかまあイベントというか、ねうん、試みがめっちゃ面白いですね。そうなんですよ、ね。と3日で短編小説を1個書くっていう。そう結構カオスでした。なんかデザイナーの方、<laughs> 表紙のデザインをするデザイナーの方と、えー、書き手の著者と。 あと編集の方も入っていただいて、当日その場でチームが組まれて、その場のメンバー、はじめましてとか言いながら、うんうん、自己紹介しながら、じゃあ何作るっていう話し合いが始まって、プロットから全部、初行、第1行、第2、三3行、戻しみたいなの全部やってみたいな感じでしたね。うんうん、面白かったです。すごい。まあ、それで、花田七個賞を受賞されたっていうわけですね。はい、ですなるほど。ありがとうございます。で、今、あのお話の中で、 こうまあ、文を書くっていう、まあ、文筆家としての始まりは、まあ、10歳、11歳、小学生の頃に詩を書いていたところからそこが原点にあるというお話だったんですけれども、まあ、それをきっかけにちょっとあの小学生のと時まで遡ってお話を聞いていきたいなというふうに思っているんですが、はいまあ、ある種、文章にのめり込む きっかけとなった出来事としてこう、ま、人間不信というか <laughs> はいはい人間ってくだらないなみたいなふ <laughs>、うん、うに。 思うようにになっっったことが一つのきっかけだっていライフログでも書いてくださってたと思うんですけどはははいはい、はい、はい、この時の出来事についてちょっとお話聞いてもいいですか <laughs> そうですねんか結構ちっちゃい頃脳天気だったのかあんまり何も考えていなかったのか、うん、なんかすごくじゅあのいい意味で純いい意味で言うと純粋でなんかこう人間ってこうやって喋っていたりとか対面して何かこう接している瞬間ってあのそのその 本当に思っってててることしか出てないって私は思ってたんですねなんですけど、まあ、ちょうど11歳とか12歳ってあの思春期がちょっと出てくる頃じゃないですか。うん、であの多分あの女の子とかよく経験あると思うんですけどちょっとなんかなんとかちゃんあのさっきまで仲良くしてたけどなんとかちゃんちょっと嫌だよねみたいな陰口が出てきたりとかっていうちょっとこう難しい時期多感な時期だと思うんですけどなんか私も11歳かな小学校5年生ぐらいの時にあの当時すごい仲良くしていた子たちがなんか当時チャットが流行ってたんです ど同じ時代やねんって感じなんですけど、うん、チャットはやってたんですけどチャット上でなんかちょっといじめの相談みたいなのをしてるのを見てしまってそうなんですでしかも対象対象私で「えー、<laughs> なんでそんなバレるとこで作戦会議すんねん」って感じなんですけど <laughs> <laughs> なんかそれ、まあ、軽い感じでなんかあまり理由なかったのかもしれないんですけど、まあ、子供なんで、うん、なんか最近調子乗ってねみたいな感じのをやってるのをわかるわかるみたいになってるのをたまたま見てしまって。 あなんかこんなことあるんだって思ってまずそれがびっくりしたのが一つとでもあのじゃあ明日からどうするかっていうのを一人で考えた時に、まあ、学校行くのか行かないのかとか行ったらど何されるんだろうとかあるじゃないですかっていうのでいろいろ考えたんですけど、まあ、私悪いこと何もしてないしなんか特に思い当たることもなかったんで、まあ、なんかそんなんだったら別にあの嫌,わ嫌いって言われるんだったらもう嫌いでいいやと思って、うん、学校は行こうと思って。うんうん あのかかってこいやな感じで学校行ったんですよ結構メンタル整えて <laughs>、うん、そしたらそうそしたらなんか次の日普通に「おはよう」みたいな感じだったんですね。うん、でな何事もなく普通の1日が終わってっていうのを受けた時にあなんか人間ってすごいくだらないなって思ってしまって何、うん、か何の意味もないこのなんか友達関係とかいうことに全然意味ないじゃんって思ってしまって。うんうん なんかそこからなんかいろいろ面倒くせえなってなりだして <laughs> みんなくだらねえなみたいな感じのモードに、まあ、思春期とかもあったのかもしれないんですけど <laughs> くだらねえな全員とか思い出してから結構冷めていきましてでなんか当時ちょうどあの家でお兄ちゃん、5個上のお兄ちゃんがいるんですけど。うん お兄ちゃんの反抗期とかも結構相まっていてなんかちょっと家庭環境もあんまりよろしくない感じになっていてなんかそういうのも含めてだんだん人間関係ってしょうもないなみたいななんか全員自分勝手だしなんか本音も言ってないんだったら関係構築なんかできないしなみたいな感じで結構もう適当な付き合いなんだなみんなみたいな感覚になっていって人間不信というかしょうもなみたいになっていったっていう。 小学校高学年から中学生、高校生って感じでしたね。すごいなんかもうアナキン・スカイ・ウォーカーみたいな闇落ちい <laughs> も,もともと純粋だったからこそ人間の闇を知った瞬間に一気にもう闇落ちするというか <laughs> そうですねもう本当にめちゃくちゃショックっていうかびっくりしちゃってなんかもう,うん、うん、あそうなんだなんかみんな違ったんだみたいな生きてた世界が違うじゃんみたいな感じになっちゃって。うんうん 本音と建前はね一緒だと信じていたのに違うんだって思った瞬間に、うん、もうみんな建前でしか喋ってないんだって思ったらもう、うん、信用するのが馬鹿らしいっていうふうにててそうですね、うん、のう何のためのかっていう、うんうん、思ん思いになったわけですよねそうですね、うん、心を閉ざしましたね<で> <laughs> その出来事とその、うん、試作詞を作り始めるとかうん、うん、あそうですね、うんうん、ネットの人間と関わるようになり始めるっていうのは その出来事は結構大なききなっかけになってたりするあそうです、ね、なんかその前から、えっと、小4くらいから確か授業でちょっと詩を書かせてくれる先生がいたりとかしてなんか普通に楽しいなっていう感覚はあったんですけど、はい、まあそれは普通に国語好きだなぐらいの感じだったんですけど、はい、えっとその出来事があってからやっぱりそのリアルの人間って別になんか興味なくなっちゃったので。はい なんかってなってくるとなんかその自分のはけ口というかそういうものがどこにもない状態になってしまうという中で、はい、多分求めたというか、まあ、あ唯一そこにあったものが試作とか文章を書くということだったのかなという感じはしていてでなんか当時それこそ,そのチャットが流行ってたみたいな時代だったので。 なんかまだあの懐かしきインターネット古き良きインターネットみたいな <laughs> あの頃だったのでうん、うん、結構なんか個人の方がホームページを作っていたりとかっていうの結構あったんですね。で掲示板上でちょっとこう交流をしたりとかみたいなの結構ある時代でその中であの個人で作られているホームページで使用投稿する場所みたいなのを作ってくださってる方とかがいてそういうところにちょっとずつ投稿しているとすごいあの優しいコメントを皆さん返してくださったりとか感想 こうお互いにしたりとかみたいなことが自然と生まれていて、それがすごい心地よくって、なんかちょっと大人の人たちとか当時ってすごい今よりもっとネットマナーってめちゃくちゃ厳しかったんですよ。なのでなんかそういうちゃんとあの思いやりのマナーみたいなものがバチバチに決まっていて、うん、ちゃんとなんかそういう自分の感じていることを表現することをしたいと思っている人たちとの交流みたいなものができる場所がすごく心地よくて、うん、なんかそこでいろいろ。 交流させていただいたりっていうのが始まったっていうのはそれですね。うん。僕もあの。中西さんの僕3つ上なんですけど、あはい、はい。中学2年生の時に。うん、あの当時のガイアックスっていうホームページ作るサービスみたいなのがあって、うん、そこで自分のサイトを作って、そこで小説を書いてで<ー>小説に関する。その感想を書く。 bbs っていう。懐かしい。に読者にコメントしてもらって、交流するみたいなことをやってたんで。なんかそういう感じです。いいなって思いました。<laughs> bbs ね、懐かしい。<laughs> 死語ですよね。今や <laughs> そ。多分、アンダ二十九の子、きょとんですよね。<laughs> ね、多分中西さんががギリギリな気がします私の世代でもあんまりいなかったですね、やっぱり、ね、そっちに行ってる子っていうのは。でもその時に、はい、あにいつか探偵ナイトスクープとかに出したいぐらいのうん、うん、本当にお世話になったあのサイトの方とかもいて感謝伝えたいなって最近なんかやんわり思ってたりはしますね、もうサイト名ぐらいしか覚えてないので<ー>つながるか分からないんですけど。そうなん こう出会いだったんですかそれなんて見つけたか全然覚えてないんですけど、うん、でなんか本当におぼろげにしか覚えてないんですけどそのサイト自体はなんか株とか投資系のブログがメインだったんですよ、うん、多分。でだけど詩の試作投稿の掲示板も作られて BBS も作られていてでその BBS の方で私はお世話になってたんですけどなんかめちゃくちゃいいお兄さんが運営されていて。 すごい丁寧に、当時私小語じゃないですか。うんうん、なんでなんかそういう社会人マナー的なこととかは全然わかんないしやっぱり、うん、なんか多分今思えばめちゃくちゃ恥ずかしいこといろいろ書いてたんだろうなって思うんですけど <laughs> かもしれない。<laughs> いや、もうめちゃめちゃ黒歴史だんですけど <laughs> でもなんかすごい対等にというか、うん、優しい温ったかい目で見ながら接してくださってなんか自分の声とか自分の意見 考えをちゃんと聞いてちゃんと返してくれる人って周りに全然いなかったので、うん、それがすごい救いになってたんですよね。活字のコミュニケーションではあったんですけど、うん、だ,からだから活字のコミュニケーションだけどこんだけちゃんと心通わせてつながることができるんだみたいな信頼みたいなのは、うん、多分そこの原体験が気づいてくれてるのかなっていうのは思いますね。 時代があって、多分今の中西さんがのアイデンティティがねこう出来上がっていくんだなっていう風に思ったんですけど、うん、<laughs> その後、まあ中学校、高校とこう過ごされていく中で、うん、まあその人間根本にある人間不信というか、人をこうあまりこう信用できないみたいな人間観は変わらずだったんですよね、うん、中高時代も、ね。高3ぐらいまでは本当に変わってないですね。<laughs> うんうん むしろなんかどんどん失望していく感じでもうなんか人生疲れてきちゃって高3 <laughs> がマックスで人生疲れてたんですけどそうななんですね、はい、なんかもう本当にどうでもい,い,いうの何なん,なんですかねなんかまあどんどんその家庭の方の環境がちょっと良くなくなっていったっていうのもあるし。うん あとはまあその親と自分何ですか、ね、部活がすごい自分の拠り所にその時はなってたんですけど、うん、あのその場所についても親的にはちょっとあんまりその環境は良くないみたいな判断があってなんかそこを理解してもらえないみたいなこともあったりとか、うんうん、あとは何ですかね、まあ、その受験の時にちょっとまた揉めたりとかいろいろあったんですけど、うん、なんかそういう節目とか。 一個一個が自分の意見とか自分の考えとか自分の思考とかっていうものをあの肯定されない環境がずっと続いてしまってかアイデンティティみたいなものが全然認めてもらえないみたいな感じがだから小5ぐらいからずっと続いていて結構長い期間ずっとそれだったのでだんだんなんか削られていく感じっていうか、うん、でなんかもうめんどくせえみたいな感じになってきちゃってなんか生きるのもめんどくさいんだけどただ死ぬっていうことももうめんどくさい。 からとりあえず、そののなんかあの現状維持で生きてるだけみたいな感覚でなるほど生きてたのがもうなんも苦しまずに死ねるなら死にたいぐらいの感じ然です、ね。うん、ただ、まあ、迷惑かけちゃうとかいろいろまあいろあの面倒くさいじゃないですか、実際死ぬって結構ハードル高いじゃないですか。っていうので面倒くさいなと思ってその気力も残ってなかったのでただ生きてたっていうぐらいですね、本当に。うん っていう状態で、本当にどこにも居場所がないなっていう感じが一番濃かったのが高校生の時ですかね。部活とかすごいうん、うん、あのいい仲間たちはいたんですけどうん、うん、やっぱりなんかそこの子たちもすごい本気で音楽やってる子が多かったんですね。で私は全然本気で音楽を人生でやっていこうと思ってたわけではなかったのでうん、うん、なんかそういったところのちょっとした違いとかもやっぱりあるはあったりとかしてなんかその本当にありのままっていう言葉あんま好きじゃないんですけどありのままの自分みたいなものを 受け入れてもらえる場所っていうのはないんだなみたいな感じで人間はずっと一人で生きていくんだなみたいなことをもう高校生の時に思ってましたねうんうん人生マックスで辛かったのはその高3の時なんですねそうですね、うん、今思うとうんはいでその高校時代に梶井基次郎の「レモン」に出会って感動する自分もいて そうですね、なんか梶本次郎レモンってなんか結構混沌としてるというかそうですねなんか得体の知れない不吉の塊がみたいなとこから始まるんですけどんかそういうところがめちゃくちゃ分かるってなってなんかその自分が言っても友達にちょっと喋っても「いやへえ」みたいなよくなんか難しいこと考えてんねみたいな感じで終わっちゃってたことがすごく丁寧に美しい言葉でしかも言語化されていて。 あのあ同じことを考えている人がいたんだっていう安心感みたいなものが初めてそこであって、めちゃくちゃ嬉しかったのを覚えてます。で、それに関連してか、本屋さんに、でね、こう、とある出会いがあって、見つけた写真集に感動して、本屋で泣くっていう。<laughs> やべえ、<laughs> メンタルやべえっていう。 たたたたたまたま手に取っっっ本本だだんんでですすかいうか写真集そうです、もう完全にたまたまで、えーあの、本当になんか、なんていうんですかね、多分そのなん,ていうんそういう写真が好きな方の中では、すごい有名な方ではあるんですけど、うんまあ、一般的に名が知れてるというわけではないというようなあの感じの方で、なんか結構それ、アラスカとか、あのー、すごい大原自然の多いところの原住民の方の写真とか、なんかすごい深い森の中の写真とかを撮られてるような。 方の写真集だったんですけどなんか本当に偶然本屋でもうマジでその時期高校学校もほぼあんまりちゃんと行ってなくってあ、んですね昼だけ行ったりとか部活だけ行ったりとかしてたんですけど、うんうん、その代わりに単位制の学校だったんで単位だけはちゃんと取って。 文句は言わせないいいっててうスタイルを貫いてたんですけど成績だけ取っときゃ問題ないだろうっていうのでやってためんどくさい不良だったんですけど <laughs> なんかそれでたまたま学校休んでサボって午前中本屋に行ったりとかいろいろしててでそこで見つけた写真集でなんか表紙が真っ白の写真集なんですけど、うん、なんかたまたま手に取って開いたらめちゃくちゃなんか感動して本屋で制服着た女子高生が昼間に泣くっていう。 やばいやばいすややばばいいになってでもあまりに感動したのでなんかまあ高校生にしたらちょっと高かったんで一回買うのやめたんですけどもどうしても忘れられなくて次の日も一回行って買ってあ買ったんですね会えましたで<ー>えっとなんか表紙の裏に載ってるところにアドレスみたいなのが載ってたんでそこからこうお問い合わせみたいなのを探してメールで長文の感想を送りつけてでなんか後日談みたいな話でいくと10年後 ぐらいに、えっと、お返事も一回ちゃんとフェイスブックかなんかであの当時メールで連絡くださった方ですかみたいな感じでいただいて、うん、であそうですみたいになってでその時私もまだ関西にいたんですけど、うん、今京都であのアトリエを持ってるのでもしよかったら遊びに来ませんかみたいな大阪か持ってるのでみたいな、うん、遊びに来ませんかみたいな感じになって初めてお会いさせていただいてお話しさせていただいて <laughs> そうって、えー、いう時になんか ちょうどその時に聞いたのがそのカメラマンさんの方も当時写真を続けるか迷ってたというのがあって、うん、でもなんかそうやってあのこんなになんか高校生が感想を一生懸命送ってくれるんだっていうのを見てあ僕は続けようって思えたんだよみたいなお話をしてくださってだから会いたかったんだよみたいな、うん、言ってくださってなんかそんなことになるとは全く思わずに送ってたんですけどなんかそういう言葉の力ってすげえなみたいなのを感じた。 エピソードにもなりましたね。後々そうですよね。うん、確かにあの時もしメールを送ってなかったら、その方は辞めてたかもしれないわけですもんね。そうです。そうです。そうです。うん、すごい。うん、自分にとっての救いが結果的にね。その救いになったよ。っていうことを伝えたことが、相手にとっての救いにもなったわけですもんね。うん、そうですね、うん。ちなみに言語が難しいと思うんですけど、その写真集をパラパラめくって感動して泣いたのはこう何が？ そんなに中西さんの心を掴んだんですかね言葉にするの難しいと思うんですけど当時それと同じぐらいのタイミングで、うん、なんか私人生で憧れる人間とかあんまりいないんですけど、うんうん、あの当時唯一で今も未だに唯一こういう人間になりたいって思ったのが、うん、廃墟みたいな人間になりたいだったんですね廃墟みたいな人間はい <laughs> あの廃墟ってわかりますかあのちょっと崩れてあった工場とかああいうのになりたいって思ったんですけどんなんか多分それ と似たた感感覚をそそのの写真見た時にも感じていてい、うん、廃墟見た時にもすごい感動したんですけど、はい何かねなんかすごいあ,のありのままの形でずっとそこの場に残り続けてで誰にも必要とされなくても存在し続けるっていうことが一番難しいし、うん、一番かっこいいなって思ったんですよね。でなんか廃墟とかで言うとまあえっと勝手に人間がまあ作ったわけじゃないですか必要だから勝手に生み出して。 でえっとまあ、その場で本当にいろんな人間がこういろんな人生を歩んでストーリーが生まれていろんな感情が生まれてでももういらなくなったからって言ってその人たちが一気に離れていってでも建物としてはずっとそこにただ静かにあり続けるっていうこの一番難しいことをこの人人ではないけどこの者たちはやっているみたいなのがすごいかっこいいしその姿がめちゃくちゃ凛としてて美しいなっていうのを思ってあそういう人間になりたいなって思っていた時期にその写真集も見て。 その写真集もなんかその古い原住民の方の暮らしであるとかそういういなんか結構、もう人が入れないような深い森の景色とかだったんですけど、まあ、言うたらもののけ姫みたいなあの森の中みたいな感じだったんですけどなんかそういう人の人知人の踏み入れられない世界みたいなものがこの世界にはあってでもそれがただ静かにそこにあり続けているんだなってすごく尊いし美しいことだなと思って。なるほど なんかそれがすごい素晴らしいなと思って泣いたんですよね。そっかそういうことを、まあ、まあそう廃墟みたいな人間になりたいっていうこの一文がもうまずすごい私的というか <laughs> <laughs> 中西さんならではだなっていうことをすごく感じつつもうん、うん、その思い描いていた廃墟みたいな人間になりたいっていうことをこう実際に切り取られた世界観がその写真集の中にはあって。 うん、まさにこれだっていうのがもう感極まって涙が出てきたっていう感じだったんですかね。ねなんかすごい美しいし、そあとその世界をんですかね、作品の一部として切り取ってくれる人もいるんだっていうこともあったかもしれないですね。それをこんな美しい一冊の作品として人生かけて撮ってる人がいるんだなみたいなのもちょっとあったかもしれないですね、今思うと。うん、なるほど。まあ、それは あ,ある種のね、こう、中西さんにとっての救いになったりとかしていた中で、高3、うんまあの時が、その一番もうピークでしんどかったっていうお話だったんですが、そこからこうピークアウトして、プラスにこう転換できていったのは、何がきっかけだったんですか大学進学進 そうですね、大学進学自体は結構まだその延長だったんですね。私ずっ,と芸大に行きたいって、えっと、中学生の頃にそもそも高校行く意味ないから専門学校に行きたいって言っていて。うん で、でもまあそんなの絶対ダメだみたいになってじゃとりあえず高校は行けって言って高校行って、はい、じゃあ高校行ったら芸大行くよって言って入ったんですけどまあ、またそこであの親がいやそれはダメでしょみたいになってお前この野郎みたいになって <laughs> 揉めたんですけど、うんうん、まあ結局芸大じゃなくってあの関西にある立命館っていう大学に行かせていただいたんですけどな,んかなので結構大学進学のモチベーション自体は低くて。 そうそう、周りの子たちは結構やったり詰めよかったみたいな、大学生活だみたいな感じで楽しいみたいな感じで入ってきてたんですけど、うん、私はマジでどうでもいいなと思って入ってて、うん、<laughs> マジでどうでもいい、興味ねえわと思いながら入ってて、うん、したらなんかその大学の先輩、あの、7入生歓迎とかでいろいろあるじゃないですか。っていう中で、あの、お世話をしてくださった一人の先輩が、なんか私のことすごい面白がってくれて、で、ね、なんかめちゃくちゃ、 あの言い方悪いですけど執拗にあの連絡をくれたり今、<ー>学校いるんだったらちょっと喋ろうみたいな感じでわざわざ会いに来て話をしてくれたりしたんですけどん<ー>なんかすごいなんかその私の考えていることとかその時だいぶねじ曲がってたしだいぶ卑屈だったし心を閉ざしていたしよううがった目で見てたんですけどなんかそういうとこ含めていやお前のその考え方面白いからなんかうちのサークルとか入ってほしいなみたいなことを言ってくれるような人で。 でなんかそういう人に出会えたっていうのもまず1個大きいですし、うん、あとは普通にあの実家を離れて一人暮らしを始めたので自分の空間とか自分の時間とかが純粋に保ちやすくなったし、はい、あのっていうそのちょっと家庭の荒れた環境から出れたみたいなっていうのも1個大きかったのかなとは思うんですけど、はい、なので結構大学1年生1回生ぐらいからもう結構好転はしていったかなという感じがします。 えー、もうほんとそれまでねもうかれこれ6年以上ある種人間不信的な状態だった中であの、まあ、実家から1人暮らしになったっていう、まあ、環境の変化もあったりとかこの、まあ、当時まあひ,ひねくれて,ていたというかねこう人を信じてなかった中西さんに対しても一一人の人間としてこう面白がって必要としてくれる、まあ、先輩だったりとか、まあ、同期がいて。 徐々にこう、中西さんがこう浄化されていったというか、<laughs> <laughs> いやもう本当にそうですね、まあ、浄化されましたね。6年以上、闇落ちしていた中西さんを浄化してくれたわけですね。<笑><笑> そうですね。でなんか大学1回生かな、うん、2>, 2, 2回生かなの時になんかそにサークルの先輩、はい、その最初の方とはちょっと別の大の先輩だったんですけど、うん、その方になんか結構、そのサークルの中でいろいろ相談とかもさせていただいている方で、はい、なんかその方も、えっと、私のことすごい面白がってくれてあの構ってくれてた人なんですけどなんかあの、そうやっていろいろ私がなんかその同期に対してとかこの団体に対してとか思っていること っていうののを一回同期たちの前でぐぐちゃぐちゃゃの状態ででいいから話せよって言われたんですねほうほうで私それまで人前で喋る時って原稿を用意しないと喋れなくって、うん、なんかあの綺麗に整えた言葉じゃないと発表できなかったんですね恥ずかしくて。でなんかあとなんか多分疲れるのも嫌だったんだと思うんですけどそういうところを。っていうなんかすごい完全防備した状態じゃないと喋れなかったんですけど。 なんかそういうのじゃなくて全然何も考えなくていいから思ってることしゃ,しゃべった方がいいって言われて、うん、絶対嫌ですって言ってたんですけどなんかもう場を作っちゃったからお前も行くしかないからみたいな感じでほぼ強制的に連れていかれて喋れって言われて俺は何も言わないから見とくだけだからって言われて、うん、でなんか同期たち絶対こんな真面目な話とか好きじゃないだろうし <laughs> なんか絶対まともに話聞かないじゃんと思いながらでもまあとりあえず喋ったんですよぐちゃぐちゃのまま。 そしたらなんかみんながすごい真剣に聞いてくれて意外とへ<ー>そうなんですよなんか何ですかちょっとこう車に構えている風の人とかちょっと興味ないしみたいな風の人とかもいるけどでも耳を傾けてくれてるのはすごい分かってなんかあそのみんなのそれぞれのなんか個性みたいなものを無視して全員みんなバカだからどうせ話聞かねえって決めつけてたのって私側だったんだってその時に思って、うん。で、うん、でなんかかかそこでめちゃくちゃゃく自分恥ずかしかった んだなっていうことを気づいて反省してでなんかそこから結構もうなんか人を信じようって切り替えて同期たちのことも含めて人のことをもと,とにかく信じる生き方をしてみたいって思えたのはそこかもしれないですね。へ、えー、すごい。いや,本当にやっぱりやっぱ人ってやっぱ人との関わり合いによってしか変われないというか。うん、うん すごく大きい原体験ですね。ありがとうございます。で、学生生活は結構サ,サークルメイン、サークルにこう一番の時間を投じてたんですかそうですね、<ー>なんかあの大学の食堂とか購買とかのコープ、生協 <laughs> ってあるじゃないですか。あそこのなんか学生委員会という組織があって。ありますよね。 あそ,うですね、そこに入ってたんですけど、うん、なんか結構その、あの理事とか、えー、と大学の先生とか結構その職員さん大人の方とも一緒に企画を作ったりとか,、うん、なんか総大会っていう、まあ、いわゆる株主総会みたいなものを自分たちで作ったりとかっていう結構なんか忙しい団体だったので、うん、ほぼほぼそこの活動をメインにしてて、て自分たちの代の時に副代表もやらせてもらってたのでなんか100人ぐらいを属している組織の副代表をやらせてもらっていて。うん でなんかそこは結構その、えっと、委員長の代表の子のサポートというかどうしたらその子が一番かっこいい委員長になれるかみたいなことを徹底的に考える1年、1> はい、2>, 2年だったので結構、そこに労力は費やしていて。うんうん でまあ、あとは学部の方は普通に自分の好きなことだけ勉強するその大学入ったモチベーション自体はそんな高くないので <laughs> あの自分の好きな日本語の文章表現とか音声表現とかっていうことだけ、うん、まあやったり哲学とかそういうちょっと興味あることを勉強をかじったりとかして単位だけは落とさないようにするっていう感じでやってましたね。うんうん、なるほど。いや結構そこに学生時代は情熱を注いでたわけですね。 うんめちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃ頑張ってましたね今思う <laughs> で卒論でね二十万二十万文字の本質を書いて <laughs> <う> <laughs> アホなアホなアホな卒業制作を出しましたね <laughs> 先生がめちゃ困ってましたね <laughs> <laughs> そんな中でこうまあ大学卒業してからの進路っていうのをこうまあ考えるタイミングにまあ徐々に大学三年生四年生に、うん、なっていくにつれてあったと思うんですけどはい。 まあ大学院に行くっていう選択肢もあったり、まあ、当然、就職するっていう選択肢もあったりとかする中でも、うん、いずれもこうしっくり来なかったんですよね中西さんにとって。そうです、ね、なんか委、うん、い,い行こうかなとかも考えたりとかあと就活自体もなんかその就活の形式が気持ちが悪いのかなと思ってな、はい、なるほどなるほほどどちょっと違う変わった形の逆求人っていうのが当時結構あったりしたんですけど学生自身がプレゼンをしてスカウトしてもらうみたいな。うん、うん やつがあって、なんかそういうのに参加したりとかちょっといろいろ自分なりに試してはいたんですけどうん、うん、なんかしっくりこないなっていうのがずっとあって、うん、でなんかそのしっくりこなさってなんなんだろうなみたいなのを考えた時になんか選択肢はあまりにも知らない気がしていたっていうのがあってなんか急に進学か就職だよってこう二択を示されてでこのなんかまあ 大多数としては、進学、え、就職っていう方があって、その就職っていう中で、まあ大企業なのか中小企業なのかベンチャーなのかだよ、みたいな、うんうん、なんかそういうふうに見えていたんですけど、なんか、え、生き方ってそれだけしかないのみたいな感じがずっとあって、嫌 <laughs> なんだけど、と思って、なんかないのかなっていう、なんかこう、嫌だなみたいな感じがずっとあって、でも何があるかはわからないっていう状況だったんですけど、で、なんか、 その逆求人とかいろいろ試してみたけどでもやっぱりなんかしっくりこなくって、うん、このまま「えー、っと、なんかうち来てよ」みたいな言ってくれる会社さんとかはあったんですけどこのまま就職したとして私はもし何か嫌なことがあった時に絶対誰かのせいにするなと思ってなんか自分で自分分での行動に責任が取れないと思ったんですね。うん、なので、じゃあちょっと一回休学して、えー、っとなんかもうちょっといろんな世界あるはずだというわからないけどあるはずだというなんか。 あの理由のない根拠で <laughs> あのちょっと探してみようと思って大学を休学させてもらってそこからも本当に何があるか全く知らない状況なのでもうとにかくなんかいろんなものを見なければみたいな感じで、うん、NPO の立ち上げをしようとされている方にアップを取って会いに行ったりとか<ー>、えっと、当時フリーランスっていう概念もあんまりまだ広まってなかった時期だったんですけど。 なんかそういういフリーランスっていう働き方をしているノマド当時のマドって言われてたような働き方をしている方に会いに行ったりとか、ないろいろ学生団体みたいな外部の団体に所属してみたりとか、いろいろしていく中で、その時に防災ガールにもちょうど出会っ,たり出会ってるんですけど、なんかツイッターでメンバー募集しますみたいなの流れてきてるの、を見てじゃあこの団体と思って、アップを取って。えー で、当時関西だったんですけども、東京まで会いに行くんでちょっと話聞かせてくださいって言ってはい夜行バスに乗って、うん、なんかスターバックスに行って「はめまして」みたいな感じで話聞いたりとか、うん、あとなんか当時あの家入さん家入一馬さんが「うん、えっと、リバテイ」っていうプロジェクトを始められたぐらいのタイミングだったんですね。うん、でなんかそのコンセプトがすごく素敵だなぁと思って、うん、あの駆け込み寺現代の駆け込み寺っていう。 コンセプトがめちゃくちゃゃくいいなと思って私もそういう居場所がなかった人生が長かったので <laughs> あのそういう場所作れるのとかも素敵だなと思ってなんかそういう、えー、とリバテ邸の京都の立ち上げのプロジェクトにちょっと関わらせてもらったりとかっていうのをちょっとずつしだしてなんかいろんな生き方があるっぽいぞみたいなのをなんかひたすら模索する休学期間みたいなのを作ったりしてました。そういうういい意味でははねその1年間間のの休学期間っていうのはすごく 中西さんの人生を拡張するような、うんね、すごいいい1年間だったんでしょうね。そうですねなんかもう、うん、親とはバチバチでしたけど、<laughs> 就職しなさい,的ないやもう本当に、うん、あの当時、今ならまだフリーランスって言っても、なんか事例がいっぱいあると思うんですけど、当時、本当に何もなかったんですね。 なんゃそっていいううねやも本当にか宗教やばいマルチみたいななんかやばいんじゃないのみたいな感じで何言ってんだみたいな感じでなんか家入さんの本とかも結構読んで私はすごい弱いまま生きるみたいなスタイルがすごいいいなと思って私もそっち側がいいなと思って共感してプロジェクトとかも参加したりしてたんですけどなんかそういうのもやっぱ親からするとなんだその人はみたいな感じになるので。 でそういうのはやっぱ特別な一部の人だからできることなんだからあなたは普通に就職しないと駄目だよみたいなので、うん、結構揉めたりとかはあったんですけどうるせえって言いながらとにかくいろんな外に出てっていう時期でしたね。いやーそのね親との戦いみたいなものはね、うん、割とこうみんなとは違うレール で敷かれたレールとは違う人生を生きようとする人みんながまあぶつかる壁だったりすると思うんですけど <laughs>、うん、まあそこをまあなんとか乗り越えながらこう、まあ、防災ガールに、まあ、まずは、ねね、NPO に就職した後、まあ3ヶ月で辞めか一回就職しないと、うん、その社会人生活と知らないまま。うん その普通の働き方嫌だみたいなこと言うのってちょっとだるいなと思って違うなと思って一回体験してみようそっちがもしかしたら向いてるかもしれないしと思って地元とはちょっとじゃないですか、まあ、兵庫県の NPO に就職させていただいたんですけど、うん、なんかやってる内容とかめちゃくちゃやっぱすあの楽しいなという感じはあったんですけど、はい、大切なことだなみたいなのもあったんですけどやっぱりなんかちょっと正義の価値観が違うというか、うん、あの私は結構あのイレギュラーな というかあんまりその王道に馴染めないところの世界っていうものをすごい好きだし大切にしていきたいしうん、うん、そういう人たちが生きやすい世の中っていうものの方が作りたいっていう、はい、あの気持ちが強くてでもその方たちは、まあ、その王道の世界をどう整えていくかみたいなところの活動をされていたしうん、うん、そういう価値観の方たちだったので、うん、あの単純にあの大切にしているものがちょっと違うかなっていうのもあってあとまあ全,然あの全然マジでそこでマジで全然仕事ができなかったんですね。 <laughs> なんかあの後々調べると私 ADHD とかの気質があるらしくてなんかそういうのもあってちょっとあの振り返ると,ちょっといろんなミスマッチがあったなみたいなところではあったんですけどそういういのもあってちょっと研修の3ヶ月で明日から本採用だよっていうタイミングですいませんやめますみたいな。 形で大揉めしながら揉めさせていただいて、まあ、ちょっと他かにもいろいろ理由はあっていろいろ考えて辞めようと思ったんですけど、うん、でなんか防災ガールの方に当時まだ、えっと、任意団体だったので就職というよりももう本当にメンバーとしてっていう感じだったんですけど、うん、でそこで一般社団法人化ちょうどするよっていうタイミングで人が欲しいよっていうタイミングだったので、まあ、ほぼほぼアルバイトみたいな感じですけど。 入らせていただいて、はい、プラスでフリーランスっていう活動も同時に始めながら、入らせていただくようになったっていう感じです、ねうんうんうん。なるほど。いや、面白いですね。なんかもうね、流されるがままみたいな。うん、<laughs> 計画性皆無なんですけど。いえいえいえ。いろんなね、選択肢がある中で、まあ、休学時代に。こう出会った防災ガールに。こう、まあ、事務局として。こう。働く。っていう風な選択を。 したたのははうどういうういい思があっってだったんですかそうですすかそね、うん、まあ一つま代咲さんっていう代表の方がいるんですけど実、はい、咲さんの人柄が私と本当に逆というか、はい、あのすごいエネルギッシュでなんかすごいパワーがあってぐいぐい自分のやりたいことをこ推し進めていくビジョナリーな感じとかが、うん、私の周りにあんまりいなかったタイプでなんかそういう明るさというか。 なんかそポジティブさみたいなものがすごいなと思って私と全然違うからこの人の近くにいたらなんか全然違うものが見えるのかもなって思ったのが1個とあとは何ですかね、防災ってそんなに興味はなかったんですけど、うん、あの3歳の時に一応神戸の長田で阪神・淡路大震災を経験していてあの結構なんか根底の意識にはその震災の時のエグい記憶みたいなのも一応残っていて。はい っっていうののもあったので、防災っていうものににそんなな違和感はなかった。防災を広めようっていう活動に対してあ、そうですよねっていう感じはあったっていうのとあとはなんかその防災っていうものってなんか防災を私ずっと事務局長をやりながら5年間ずっと言い続けたのが防災には興味ないんですけど、うん、あの人が生きる死ぬの選択肢を増やすことにはすごい興味がありますっていうのについてで、て防災でちょって抽象度を上げて捉えるとそういうことだなぁと思っていてちょっと哲学じみたところがある。 うん、なあと思っていたのでまあ面白そうかなと思って参加したっていうのはあったかもしれないですねあとはあれだ、うん、あのそのボランティアで参加している時まだ学生だった時にちょうどその一般社団法人化するかもしないかもみたいなことで、はい、ちょっと一回内部が揉めたことがあって実ははい、ねうん、<laughs> 実は当時本当にあの全国各地にいるボランティアのメンバーの方と一緒にやってたので,、うん、でなんかほぼほぼえっとフェイスブックのコミュニティページの あのコミュニケーションと、まあ、美咲さんが東京にいたのでリアルでみたいな感じだったらしいんですけど、うん、あのなんかその活字で一般社団法人化しますみたいなことをあの発表したらちょっとあの解釈がずれちゃってなんかメンバーの方から「うんうん、えなんで今までやってたこういうなんか仲良くみんなでサークルみたいな感じでやるのが楽しかったのになんでそんな急にあの仕事っぽくしようとするんですか?」みたいな。うんうんうん 感じの意見がちょっと出ちゃったりとか、今まで私たち頑張ってきたのに、<laughs> なんでですかみたいな、なんかちょっと不満が爆発しちゃったみたいな感じになって、な,な,なんか掲示板、掲示板ちゃうわ、Facebook がめっちゃ荒れてた時期があって、でなんか、当時全然私関わってなかったんで、ほぼ第三者だったんですけど、はい、なんかそれを見て、あの、なんかやばいなと思って、あの、初めましてみたいな感じで、皆さんちょっとあの冷静になりませんかぐらいの、 なんか美咲さんが言ってるのはこういうことだと思うし皆さんが感じてるのはでもこういうことですよねみたいなそれも分かりますみたいなことをなんか書いたんですよコメントでうん、うん、そしたらなんか炎上が収まって、えー、すげーそうでなんかみさんからありがとうみたいなメッセージが来て、うん、でそこからなんかちょっとさきさんがあの声をかけてくれるようになるほどちょいちょいになって、えー、っていうのが元のベースに一応あったので、えー、なんかまあ必要としてくれてるのかなみたいなところもあったりしてここで入ってみようかなっていうのがありましたね。 うんすごいまさに鎮火させたわけですねうんなんかそ,そ,その後も結構その、うん、なんかなんかメンバーの方がちょっともやっとした時の苦情じゃないですけど、うん、そういう窓口みたいなのをやらせてもらったりはしてましたね <laughs> はいじゃあそう、まあ、そうやって、まあ、最初に入った NPO は3か月で辞めたものの防災ガールに入ってからはあの 今年の3月の解散までは、もうずっとコミットを続けて来られたっていうことです、ね、そうですね、うん、なんかつどつど、もうやめますってずっと言い続けながら、最後までいたって感じです。やめる言い続けた時期もあったんですね。あずっと言ってましたね、結構、えー。半年ごとの更新制度だったんですけど、もう次かな、もう次かなとか言って <laughs>、言いながら、<laughs> 結局、なんかきり悪くて、じゃあ、このプロジェクト終わるまでとか言いながら、いたらずっといたって感じでした。けば。うん、なるほど。 ありがとうございます。はい。で、まあ、そこからね、こう、防災ガールの活動に、シューフシューフを打ってからは、あの、モーニングアフターカッティングマイヘア、イエタの、成<功>はい、活動で、まあ、PR をしながら、えー、分泌化として活動されてらっしゃるという、今のところに行き着くということで、でね、はい、うん、もっともっとお聞きしていきたいこと、たくさんあるんですが、えー、45分回ってしまったので、 Q&A の時間に行きたいというふうに思います。はい。はい。じゃあまずは視聴者代表で吉永さんいかがですか、はい。はい。ありがとうございます。すくやっぱりあれですね。その海賊のように生きていきたいであったりとか生きる手段の選択肢を増やすであったり、今回もすごくパワーワードという言からさ <laughs> せていただきました。ありがとうございます。 私からの質問なんですけれどもあのすごく言葉の中であの違和感を大切にされているんだなってことを感じたんですけれども、うん、例えばその就活であの,あの,の違和感であるとか、うんまあ、NPO に就職された後もそも正義のちょっと価値観が違うとうところの違和感であったり、うん、あとは逆にその防災を広めようということに違和感はそんなになかったっていう。うん 中西さんの中でその違和感を感じるもの感じないものっていうのはどういうアンテナが働くんですかあーすごい面白い質問 <laughs> なるほどですね <laughs> 違和感そうですねなんかでもやっぱ自分が心地よいかどうかみたいなところは結構大事にしているかなと思っていて。 なんか結局人生って突き詰めると自分が心地よい状態でいかに生きるかだけの話だなと思っているんですね。なので最初に就職した NPO で言えばやっぱりその周りの方とこう関わっていく中でちょっとあの心地が悪いなって感じる瞬間があったりとか。 防災ガールの方で言えば、そこの心地悪さみたいなものはないなみたいなものだったりとかっていう、結構なんか全然頭で考えているというよりも、もうフィーリングとかが多いかもしれないです。なんか気持ち悪いなみたいなのはうん、うん、確かに大事にはしてるかもしれないですね。うん,うんうん、そうですね。やっぱり自分自身が心地よくない状態で生き続けたくないです。うん、普通に無理なんでしんどいっすね。我慢 <laughs> <laughs> できないです。<laughs> で、やっぱり今後もその あの心地よくいい良い状態かっていうのは大事にしていきたいポイントになります。そうですね。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。えっ、ー、とモイ、はい、さんの方からえっ、ー、と質問をいただいてるんですけれども、もしよろしければモえさん、2つほどいただいているかと思うんですが、お声が出せましたらお声を出していただいてもよろしいでしょうか。はい、あ、おはようございます。ますありがとうございます。はい。す、はいません。 いすいません。ちょっと移動中もあったんで、音声だけで参加させていただいたんですけども、すいません。今回、あの、出筆させていただきます。いがらしと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。えっと、まず最初に、小学生の時に、あの、使用、投稿するサイトみたいなところでコミュニケーション取られてたってことなんですけど、はい、こちらはあの、年齢とか、現在小学生ですってことを出して活動されてたんですか あ、してましたね、小5ですみたいなの言ってました。ね、小4です、小5、えー。名前は出してなかったですけど。あ、そうなんですね。小5女子です、はい、みたいな感じで。はい、その時って結構周りの大人の方って結構上の方々だと思うんです。そうですね。<の>はい。驚かれたりとかしなかったですか 小学生みたいな感じはありましたね。そうです。そうなんだ。ありがとうございます。それでも結構温かく受け入れてくれたり、まあ本格的にちょっとフィードバックをもらったりっていうことをされたってことですよね。そうですね。結構なんかそういう文学系の人多いのかもしれないですけど、なんか詩とかそういうのってあんまり年齢関係なく、うん、あの作れるものだったりするので、うんうん、そういう交流っていう感じでしたかね。うん、発信するものがあれば誰でも。えー ありがとうございます。あともう1点なんですけど今回その防災ガールっていう活動をされてたってことなんですがあの特に例えばこれまでの人生でその災害に遭われたりだったりとかあの被害に遭われたみたいなところはきっかけではなくあくまでも。 精子っていうところに、まあ、関心その延長に関心があったっていうところで始められたっていうきっかけで、よかったですかそうですね、一応、阪神・淡路大震災の経験はあるんですけど、うん、まあ当時3歳だったので、はいあの、それが直接の理由というよりは、あのまあ、どこかの潜在意識にそれはあるんだけれどもっていうぐらいで、それは、はいあの、メインの理由としては普通に、まあ、単に面白そうかなっていうぐらいの感じですね。うん はい、ありがとうございます。聞きたいことをお聞かせいただいたので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もし、他の方もありましたら、いただければと思いますが、はい。感想しましたら、西村さんの方にもお返しできればと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、あとあの、いくつかお聞きしたいなというふうに思っているんですけれども、はい 先ほどのお話の中で、まあ、やめるやめると言い続けながら、<laughs> <laughs> その防災ガールの活動は、まあ、解散までもうずっと、ね、走って来られたというお話があった中で、はいまあ、とはいえずっとやってきたことが、こうピリオドを打たれると、こうなんか人って、まあ、ちょっとした燃え尽きじゃないですけど、うんあのね、次どうしようかなみたいなのってあると思うんですけど、うん、その中で、 こうまた、ある意味、防災がある時代と変わらず、田中美咲さんと一緒に、今の,あのモーニングアフター、カッティング・マイ・ヘアの <laughs> 活動を、ある種、また同じ仲間と一緒にやろうって思ったのは、いろんな、他の選択肢もあったと思うんですけど、どういういきさつで、そういう選択に至ったんですか えっと、モーニング・アフター・カッティング・マイ・ヘア自体は、えっと、防災ガールがまだ継続している2018年に立ち上げをしていてなので、えっとまあ、同時並行でも生まれたというような感じではあったんですね。うん、で、えっと、マイ・ヘアが生まれたのはそもそも、えっとまあ、防災以外防災をやっていくと突き詰めていくと結局防災以外の話にも関わってくる社会課題が。 いろんな社会課題が関わってくるっていうところでその防災っていう文脈以外のところも結局やっていかないと意味がないしあの私たち自身としてもすごい興味があるところだよねみたいな話から生まれたっていうのも一個あって単純にそこに対するまた違和感みたいになっちゃうんですけどそこに対する違和感は特に私もなかったし。 あ,のあと物語の力を大切にしたいみたいなところはすごい美咲さんとも共感をしていたりとか結構価値観のすり合わせみたいなことはまあ一番できてる人かなっていうのもあったので、うん、まあ一緒にやっていくことに対する違和感は特にないなっていうのでめっちゃそこもあの全然なんか「よしやれるぞ」みたいな感じでは正直なく私は <laughs> あのあ「いいんじゃない?」って感じで始めたっていうのが一個あって。うんうん、なんか特に 大きな選択をするぞみたいな感じではなく延長戦で今やってるっていう感じですね。うーん。うん、あっそうですね。五十嵐さんから来てますけど、どうですかその 団体というかか社社名か社名,の社名ですね「うんうん、モーニング・フタ・カッティング・マイ・ヘアは」は「髪を切った次の日の朝」っていう意味なんですけど<訳>なんかそういう髪を切った次の日の朝ってちょっと、まあ、女性とか特にかもしれないですけどちょっとドキドキウキウキうん、うん、あなんかいい感じだなみたいなちょっと高揚感とともに、えっと、でも人に会うのちょっと緊張したりとかもしてなんか,似合,うか似,合う似合うって言われるかなとか似合わないよって言われるかなとかあと気づいてもらえるかなみたいな。 なんかすごいそういう複雑ないい気持ちとちょっとの緊張とみたいなものが混じってる感覚ってすごいいいよねみたいな話をしていて、うん、でプラスでなんか髪を切るって本人からしたら結構大きな決断かもしれないけど周りから見たら「え切った?」みたいな言われちゃうぐらいの変化だったりとかもすごい小さな変化だったりもすると思うんですけどでも本人にとってはすごく大切な変化である大きな一歩である可能性があることっていうのを私たちは大切にしていきたいし後押ししていきたいし。 なんかそういう髪を切った次の日の朝みたいな気持ちになれる瞬間っていうのをもっと世の中に増やしていきたいねみたいな思いがあって、この社名をつけていますいやもうその社名のね、ネーミングもまためちゃめちゃ指的というか、<laughs> <laughs> すごいポエティックですよね、うん。なんかそういう世界観をなんか良しとする社会になってもいいよねみたいなのもありますなるほど、ありがとうございます。 ちなみにあの、2年前のノーベルジャムで、ね、その2泊3日で、リトルホームラストサマーっていう短編小説を書いて、賞、はいえー、を受賞して、ね、出版したりとかっていうのもやられてる中で、今も、それ以降も文筆家として文章を書いたりとかってこともされてらっしゃるんですか そうですねなんかそれ以降で結構、その、えっと、ウェブのサイトでセブンティーシーズさんというメディアがあるんですけどそちらであの日本語表現のコラムを書かせていただいていてその中にちょっとした小編の小説を毎回書かせていただいていたりとかうん、うん、あとは、えっと、今、ちょうどこうあのまだ動き出したばかりのプロジェクトなんですけどミライズ・マガジンという、えっと、プロジェクトがありましてなんかちょっと先の未来の話みたいなのを寄稿してこう読めるようにしていくメディアみたいな。 ノートを使ったメディアみたいなのがあるんですけどそちらでも今執筆を依頼いただいてやっているんですがちょっと全然出せてなくてすいませんっていう状態なんですけど <laughs> <laughs> 頑張っているっていう感じなんですけどんかいろんなそういう形であの本とかに限らずいろんな媒体で書かせていただいたりっていうのはしていたりとか。うんうん はい。あとはなんかブックライティングみたいなことで、あの私の小説というよりも、あのそういう経営者さんだったりっていう方の人生を聞いて、それを小説調にしてえっと書くみたいなことをしたりとかもさせていただいてます。うん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 。なるほど、ありがとうございます。とそしたら、えー、のまあ追加質問もちょっと絡めながらお聞きし最後残り二分なんで、はい、最後の質問なんですけれども、うん、えっと言葉の力で人を生かす人であり続けたいと。 うん、いうことがねこう、ご紹介部にあったと思うんですけども、そこに行き着いた背景だったりとか、あるいはこ、これから、今後、中西さんがこう実現したいこととか、チャレンジしたいこととか、うん、今後の展望みたいなものがもしあれば、お聞きしたいというふうに思います。うんうん そうです、ね、あの行き着いたというところでいくとやっぱりその現代圏になっている梶本次郎の「レモン」で自分自身がすごい救われたっていう経験がすごく大きなものとして一つあってなんかそういう何十年前に書かれた言葉が人今の人を救う可能性があるっていう経験をもうしてるのでそこは圧倒的な信頼があるっていうところが一つと。はい 小5の正午の,時の交流とかも全部活字のコミュニケーションだったんですけどそれだけでもリアルの人間より私はそこに救われていたっていう経験もあったりとかするので結構人生の根幹でそういう経験を何回かしているっていうのが一つありましてあとは「防災ガールの中でもよくあったんですけどそれちょっとなんか感情のコントロールがあのできない瞬間とかってやっぱり人間あると思うんですけどそういう時にあの活字だからこそちょっとこう思考して落とす言葉だからこそ このリアルの会話とはまたちょっと違うコミュニケーションが生まれたりとかするなみたいなこともよくあってんなんかその中でこそあの解消できるものがあったりとか寄り添えるものがあったりとか言葉って何度も読み返せるのでなんかそういったところで発揮してくる力があるなみたいなところはすごく信じているっていうのは一つあって。 なので、私自身がそうであったようになんかそういう辛い状況にいたりとかちょっとモヤモヤしているとかいう人たちに対して届く言葉みたいなものを書き続けたいなっていうのは、はい、なんかプライベートだろうが仕事だろうが関係なくあるなっていうのは1点あってで、まあ、今後みたいなところでいくとやっぱりそういうなてか、なんていうんですかね接する瞬間あの さっきの写真集とかが特にそういう感じだと思うんですけど「まあ、レモンにしろ何にしろ」あの接する瞬間がどの時点になるかって本当に分かんないなっていうのがあって、うん、写真とか言葉とか形に残るものって特にだと思うんですけど今だと SNS とかもそうかもしれないんですけどなのでなんかこの自分の行動だったり、まあ、生きている中での全てのことが誰かの人生に交わる一点になる可能性があるっていうことを常に感じておきたいなっていうのはあってなんか その一点があったら生きていけるみたいなことが絶対あるって私は信じているので例えば何か死,に死のうと思った直前に思い出せる一言だったりでもあの時あの人はああやって優しく言ってくれた人がいたなっていう思い出だったり、うん、なんかそういう淡いもので全然いいのでなんかそういう言葉の力っていうものをとにかく信じたいっていうのとそれが人を生かしていくことにつながりてほしいっていうのがあるので、うん、なんかそういう人生の選択肢をもっと広げていくもそうかもしれないし。 そういう,そう,い,うなんかいろんな価値観とかこういう人間がいたっていいじゃんっていうようなことを言葉言語化にしてちゃんと発信していくみたいなところっていうのはこれからもやっていきたいなっていうのは一つありますね。私自身も ADHD だったり ASD だったり例えばあと高3の時にうつって診断されてたりとかもあったんですけどなんかそういう一般でいうちょっとネガティブな要素に捉えられがちなことみたいなものも別に単なる人間の一個の特徴でしかないじゃんと思ってるのでなんかそれをどう扱うかっていうだけの話だと思ってるので。 なんかそういう、なんか同じように悩んでたり、もやもやしてる人が、ちょっと一歩あの動けるようなものになるような言葉っていうのを書き続けていきたいなとか、発信し続けていきたいなっていうのは、すべての根幹にはありますね、うん、なるほど、いいですね、もう最初から最後まで、中西さんらしさ全開のインタビューでした、ありがとうございました。<laughs> はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、時間がちょっと過ぎてしまいましたがあの、以上と終了としたいと思います。吉永さんよろししくお願いいますはい ありがとうございました。それではお時間の方になりましたので、本日のユニークキャリアラウンジ以上としたいと思います。本日のゲストは文筆家 pr ライターの中西鈴香さんでした。中西さん、改めましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。